お元気ですか？高橋光介です。高橋光介のステーションキッズ。今回が第22回目のお届けでございます。今回もどうぞよろしくお願いします。もう22回目ですね。続くもんですね。なんだかんだ言いながら、ちょっと、サボったりしているものの、なんとか22回を迎えておりますけれども、今この収録をしているのは、ライブの翌日でございます。実は4月の17日にですね、原宿ルイドというライブハウスで高橋光介ライブをやらせていただきました。出演させていただきました。足を運んでくれた皆さんどうもありがとうございます。で、その昨日の夜なんですけれども、一緒に、対バン相手だったメンツの中に2組、僕が、ずいぶん前に知り合ってから、長い方が、お二方いらっしゃいまして、 MC でもちょっと触れたんですけれども、昨日のうちの1組松田栄作さん彼とはもうかなり長くてですね、僕がバンドをやっていた時からの知り合いなんです。僕がバンドをやっていた時のそのバンドのドラムが、栄作くんの今活動を休止をしているシシーというバンドでもドラムを叩いてまして、でバンドやってた頃にお互い、対バンをしたりなどしていて、で、まあ、それからほどなくして僕の組んでたバンドは解散をして、そこから、ほとんど、会うことはなかったんですけれども、何年前かな、2016年17年とか多分そのあたりだったと思うんですけど、青山リズムというライブハウスでイベントを打った時にリズムと共同企画だったんですけど、そこに、シシーも出てもらって、随分その時も随分久しぶりな再会だったんですね。なので、まあ、昨日すごくまたそこからねまた間が空いてたんで、相当久しぶりに栄作くんと会ったんですけど、相変わらずの感じで、まあ良かったなと思って安心はしましたね。まあ、もう本当何年も会ってないと、どうやって接してたっけ彼とみたいな感じでね、一瞬戸惑っちゃったりもしたんですけど、まあ、そこは相変わらず、やり取りができて良かったです。あともう一組、シェイクというユニットで出ていた大野俊さんですね。この方もまた僕 MC で触れたんですけど、10年ぶりぐらいだったんですよ。下手すると11年とか経ってるのかな、13年とか14年、2013年とか14年ぐらいまで、何回もですね、鍵盤弾きのシンガーソングライターを、集めたイベントがあって、で催されて、で僕もそこにありがたいことに声かけていただいて出演をしてたんですね。で大体その時にはいつも大野さんも出演されてて、でなんだっけな、もう多分原宿のライブハウスが一番最後だったのかな、それこそルイドではなかったんですけど、別のライブハウスでピアノ弾きのシンガーソングライターを10人ぐらい、もっといたのかな、10人ぐらい集めて一斉にこう音を鳴らすみたいなね、無謀なイベントを塩田正幸さんという方が主催でやってたんですね。でそこのイベントでお会いしたのが多分最後ですね。なので大野さんに関しても当時と同じ感じでやり取りできるかと思ったんですけど、すごくフランクで、なんならそれまで10年ぐらい前までお会いしてた時よりもフランクな感じで接してもらえてこちらもすごく安心しました。相変わらずかっこいい音楽やっててよかったですね。久しぶりにお会いできて、そんな感じの夜だったんですよ昨日は。まあ、続けてみるもんですね音楽もなかなかいろんなこと続かないですけど、僕はなるべくこのラジオはねしっかり続けていきたいと、ネットラジオはね続けていきたいなと思っておりますんで、どうぞ皆様末永くお付き合いをいただければと思っております。話はすっかり変わるんですけれども、この間もうツイッターとかインスタグラム、ツイッターって言わないか、もう今 X かとかインスタグラムとかノートブログみたいなやつね、ノートの方にもアップはしたんですけど、この間海が聞こえるっていうアニメーションが
映画で上映されてるのを見に行ってきたんですよ。もう僕の SNS 関連ではもう人のセックスを笑うなと、海が聞こえる、この2つはもう散々出てくると思うんですよ。千里さんもそうだけど、で今回その今年の3月だか4月だかに海が聞こえるが映画上映されるっていう情報を目にしまして、インターネットやってたら、でまあもう何度も見たアニメーションだし、僕ももうすでに DVD も持っているので、もうね本当に映画もアニメも漫画も文庫も小説も基本的に一回楽しんだらもう2回以上繰り返さないんですよね、僕ね。なんだけどその今挙げたような作品は何度も何度も見ちゃうんですよね、不思議なもんで。それぐらい好きなんです。でもう散々知ってる、見聞きした作品だし、別に映画館で、ね、今映画館高いしね入れ替え制になってるから、これ話前にもしたっけ、僕が小さい時って映画の券買って映画館に入ったらずっと入れたんですよね。入れ替え制じゃなくって朝から晩まで入れたのかな、朝から晩までいたことないけど、よく親父に連れてってもらってた時、ゴジラとかね、ドラえもんとか当時やってた映画、新宿まで連れてってもらって見に行ってた時は、上映時間が、まあ、始まって5分10分ぐらいだったらもう親父はもうそのまま入るんですよ。もういいぞ行くぞっつって連れて入って、館内の客席の方にね。でエンディングまで見るでしょ。そしたら見逃した冒頭をね、次の回まで待って自分たちが見てなかった部分までを見て途中で帰ってくるみたいなことをやるような人だったんで、その習慣が僕もあったから、入れ替え制がね未だにやっぱりまだしっくりこないね。だそれで2000円ぐらい、2000円弱ぐらいかかかるでしょ。だからあんまりこう向かないんですよね、映画館に足がね、ケチくさいからね。でも今回はちょっと思い立って行ってきて、数日前ぐらいから急にムクムクこう気持ちが高ぶり出してですね、この日行けるかもなみたいな、ちょっと夜リハーサルが入ってる日だったんですけど、それまでの時間だったらいけるなと思って、で調べたら、15時台からの回と17時台からの回と19時台からの回とあって、まあ最初の回だったら行ってまだちょっと余裕あるなと思って、でもう思い立ってバッて行って渋谷までね見てきたんですよ。だからもうノートの方には書いたんですけど、すごくて人が多くてびっくりするぐらい、こんなに海が聞こえる好きな人がいたの世の中にみたいな、もうすごい意外で、いや意外って言うとすごい失礼か、いやでも僕の近くにはいなかったんですよ。海が聞こえる実は大好きでっていう人がもう本当に会ったことがなかったから、海が聞こえるを見に渋谷に平日の昼間ですよ、この時間帯にこんだけの人がいるっていうのがすごく嬉しくってね。だから作品ももちろん大きい画面で大きい音で見れたのは良かったんですけど、もうノートにも書いたけど、その場にいる人たち、その海が聞こえるを知ってる、ないしは大好きっていう人たちと、こんなにたくさんの人たちと一緒に同じ時間に僕の大好きな海が聞こえるを見れたっていうことがね、もう相当な興奮材料でね、なんか求めていたものとは違う感動をもらって帰ってこれた日でしたね。なんかホクホクした気持ちでリハーサルに行きましたけど、たまにはこういうのいいなと思って、でチケットも今インターネットでネットチケットっていうのを、買えるんですよね。であれだと手元に何も残らないのがちょっと寂しくって、どうなんだろう、今の若い人たちってもういいのかな、いらないのかな、そういうの。なんか僕はやっぱりこう行った記念が手元に欲しいなって思っちゃうタイプの人間なんですよ。だから半券とかね、持っときたいな、手元に。別にね、見返してああだったなこうだったななんてやらないけど、厳密に言うと。でもなんか行った証が手元に残ってるっていうのがちょっと嬉しくって、
あの所有欲っていうのかな、なんかそういうのがあるので、あの窓口行って、あの映画館の1階のね窓口行ってチケットで買って、値段変わらないからオンラインチケットと、だから形に残る方を選んで入ったら、まあ、そんなにたくさん人がいて、でしかも考えてみると、平日のど昼間にあんだけの人がいたってことは、多分他の階にも同じぐらいの人たちが入ってきてた、見に来てたと思う、するとなんか余計嬉しくないですか嬉しいんですよこういうのって、なんかね同志がたくさんいたみたいな気になってね、めちゃくちゃ話しかけたいかったですもん、いろんな人に方々に、うん、でも女性が多かったのも意外だったし、若い方、僕よりもずっと若い人もたくさんいて、どこでどうやって出会うんだろう、この作品とこの人たちはどうやって出会ったんだろうっていうのがすごい気になっちゃってね、もう映画どころじゃなかったわって今言おうとしたけど、映画どころではありましたね、上映は上映で楽しかったんです。なんかでも音の BGM のなんか切り方とかが不自然だった気がするんですよね、なんか箇所箇所なんか編集し直してたりするのかな、なんかちょっとなんか違和感っていうほどのものじゃないけど、親って思うところが 2,3 箇所4箇所ぐらいあって、映画の方はね、またちょっと時間作ってって90分ぐらいの作品だからサクッと見れちゃうけど、またちょっと DVD 引っ張り出して見てみようかなと思って、答え合わせをしようかなと思ってるところなんですけど、まあそんな感動があったんですよ、この間映画館行ってね、海が聞こえる、ね、もう原作ももう何回も読んだし、アニメーションも何回も読んだけど、なかなか自分の中で色褪せていかないというか、すごい特殊な作品なんですね、僕の中で海が聞こえるっていうのは。人のセックスを笑うのもやっぱり寒い季節になると見てみた、見たくなるし、何回もね、まあもともと長作ひろみさんが好きで、僕がねで長作ひろみさんを見たいっていうその不純な動機から見た映画ではあったんですけど、人のセックスを笑うのは。でもあれはもう物語自体がすごく個人的にもうバスバスこうハートに刺さりまして、原作も読んだんですよ、山崎直子らさんの原作も読んだんですけど、やっぱり映画は映画になった時に良かったなと、個人的には好きだなと個人的には思ってます。あと何回も見る作品っていうと、かなり少ないんですけど、海が聞こえる、アニメーションだったら海が聞こえるで、邦画だったら、人のセックスを笑うなで、洋画は僕ほとんど見ないんですけど、ほとんど見ないっていうとちょっと持ってるか話持ってるけど、いくつも見ましたけど、その中でも洋画で未だに何遍も見ちゃいたくなる、見ちゃいたくなるとか見てる映画は、レナードの朝っていう、これまた古い映画なんですけど、94年とかの作品なのかな、ロバート・デ・ニーロと、ロビン・ウィリアムスとが出てるヒューマンドラマなんですけど、まあ、この映画もね、何回見ても何回もない、初めて見た時から泣けてしまうような映画だったんですけど、そこから何回も何回も今まで見ましたけど、何回見ても何回も泣いちゃうんですよね。でね、だんだんね、もう物語を知ってるから、泣けてきてしまうスタート地点がね、どんどん早くなるんですよね、会話を追うごとに もう下手すると最終的にはオープニングで泣き始めるんじゃないかって思うぐらい、でもすごく素敵な映画なんですよ。辛いし悲しいし、なんかこう行き場のない何とも言えない感情が大半を占めるんですけど、やっぱり人間同士の交流を描いた映画で、最後にこうほろっとくるような、あったかい気持ちになるような作品になってるんでね、ぜひ見たことない、ご覧になったことがない方はですね、ぜひ鑑賞してみていただきたいなと今ちょっと話しながら思い出しました、レナードの朝ね、もうこんな喋っちゃいましたね。今日お届けしようと思ってる曲もね、ずいぶん長い曲なんでね、ここで一曲お届けしたいと思います。高橋光介でひとひらの夜明け。
めたタバコは夜露に染みつく煙になる。ああ部屋の明かりも消したら裸足のままベランダ取り込み忘れた。
お聴きいただきました。高橋浩介で、ひとひらの夜明けという曲でございました。ありがとうございます。久しぶりに、聞くとこの曲なかなかいい曲ですね。手前味噌ですけど。個人的にこうやっぱり書いてる人間なので、曲を書いてる人間、書いて歌ってる人間なので、一回こうレックしたりとかして、一度でもカンパケしちゃうと、しばらくねその曲から離れちゃうんですよ、心も。でこう折に触れて、オンエアさせてもらうタイミングで流してもらったりとかね、当時だったらラジオ番組の、ラジオ番組、そうだ、 BFM のラジオ番組のラジオドラマの、主題歌だったから、カンパケをして、まあ、最後何回かこの曲をエンディングで流してもらったりとか している間は、あんまりこうピンときてないんですよ、もう心が離れてるから。で番組の最終回でね、この曲をディレクターさんがかなり編集して、こうエンディングじゃないや、ブリッジの部分か、1番と2番の間のところをね長つなぎして、リスナーさんの最後のねぎらいのメッセージをね流してるシーンとかで、こう長尺で、かなりの長尺で流してもらったんですよ、うん。でその時に聞いた時に、離れてた心がちょっと戻ってきてね、ああいい曲だなって思ってたんですけど、まあすごい素晴らしい編集だったのもあるんだけどね。でその後またしばらく心が離れ、で、ワンマンライブか、何ヶ月か後のワンマンライブでこの曲を披露させてもらって、その時にもいい曲だなって思って、でまたワンマンでやらずに、去年のワンマンもやらなかったから、もう随分僕の中ではこの曲、心が離れてる期間が長かったんですけど、今ちょっと流しながら聴いてて、あ、やっぱりいい曲だったなと思っておりますけれども。あ、もうこんな時間だ、もうねそろそろ25分に差し掛かろうというところなんですよ。なのでちょっと今日本当はもう少し話そうかなと思ってた話もあったりしたんですけど、これはまた次回に取っといてということで、また改めてお付き合いいただければなと思います。このスタンド FM、 ちょっと前回、前々回かな、話したちょっと別のプラットフォームでっていう話もあったんですけど、それについてはまた改めてお知らせをさせていただきたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。お相手は高橋浩介でした。